衛省が今肝入りで開発している超高速滑空弾の全容をキャッチしました。今回はこの超音速巡航ミサイルを詳しく見ていきますね。ASM-3 を改良できないのかなと考えるのは私だけですね。数々の世界的な展示会が開催されることでもよく知られている千葉市の幕張メッセにおいて、この2023年3月13日から15日の3日間の日程で、海外の軍需企業や日本国内の防衛産業が複数参加した催しが実施された。この DSEI ジャパン2023と銘打った展示会は、2019年から始められた取り組みの2回目にあたり、今回は日本とイギリスとイタリアの3カ国が推進している GCAP グローバルコンバットエアプログラムの機体のモックアップも出品された。GCAP グローバルコンバットエアプログラムといえば、今回展示された新型の戦闘機の開発はもとより、そうした機体に止まらない航空システムの構築、そして新たな日本とヨーロッパの協業という点も注目を集めている。ここで展示されたモックアップは、主翼や尾翼の形状、胴体や全体の印象ともに、ロッキード・マーチン社製の F-22 ラプターとの類似を指摘する声も聞かれたが、機能と仕様を考慮すればそうなってしまうのも致し方ないのだろう。さらに、今回の DSEI、ジャパン2023においては、こうした GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの展示以外にも、日本の極超音速兵器となるミサイルの断面を示す模型も登場し、その内容を説明する機会も設けられていた。ここで説明を担当したのは、日本の防衛装備庁の職員であり、前述のミサイルの断面を示す模型も含めて、こうした動きを日本側が見せるケースは稀有であり、日本の兵器に対するスタンスの変化を感じさせるものにも思えた。極超音速兵器と呼ばれているものは、飛翔速度が音速の5倍、つまりマッハ5以上の速度を有するが、それのみが絶対的な条件というわけではなく、敵側の防空体制を突破するために、変速軌道などの機能が盛り込まれたミサイルを指している。その前提のもとで、極超音速兵器は大きく分けて2つの種類があり、1つは本体に自ら推進装置を備えた極超音速巡航ミサイル HCM、もう1つがブースターを切り離した後に、弾頭部は滑空するのみの極超音速滑空体HGV である。これら、極超音速巡航ミサイル、HCM や極超音速滑空体、HGV は、いずれも、敵側のレーダーやセンサ類で、探知の困難な低い高度を、変則的な軌道と、マッハ5以上の飛翔速度を発揮し、目標を破壊することを基としている。従来の様々なミサイルにおいても、特に中長距離の弾道弾頭であれば、飛翔速度は軽くマッハ5以上に到達するものが多く、その意味からも飛翔速度のみが速いことを指して極超音速兵器と呼んでいるわけではないとわかる。今回の DSEI ジャパン2023においてミサイルの断面を示す模型を使用して日本の防衛装備庁の職員が説明を行ったものは、極超音速巡航ミサイル HCM に該当するもので、今後の実用化に向けて国産化を目指している状況にある。この極超音速巡航ミサイル HCM、まだまだ開発段階にあるとはいえ、そもそも日本は他国にこうした兵器を輸出することを意図しているわけでもないので、こうした場でアピールすることが表す意味正確にはわからない。あえて考えられることがあるとすれば、あくまで個人的な推測に過ぎないが、中国、ロシア、北朝鮮という仮想敵国からの
軍事的な脅威の高まりに直面している中で、日本がそれらに対抗する兵器を自国で開発する姿勢を示すことではないだろうか。それによって、これら中国、ロシア、北朝鮮からの攻撃を思い止まらせる抑止力として、その存在を活用することに意義があり、いわば懲罰的な抑止力として、先制攻撃を被らずに済むように考慮された動きの可能性があると感じる。これまでの日本は、主として、北朝鮮のミサイルの脅威への対抗策として、それらを海上に展開する、イージス護衛艦に搭載する艦対空ミサイルや、地上に配備する PAC-3 等の地対空ミサイルによって迎撃する、ミサイル防衛網を構築してきた。しかし、こうしたミサイル防衛が、極超音速巡航ミサイル、HCM や極超音速滑空体、HGV によって破られる可能性が生じてきたため、迎撃手法を強化することと並行して、こちらからも攻撃を行う手段の獲得を進めているという形だろう。現在の日本は、2022年12月16日に、安全保障関連の3文書を改定の上で閣議決定し、2023年度分から2027年度分までの5年間の累計の防衛予算をおよそ43兆円を超過するまでに増加させる従来にない拡張の方針を打ち出している。太平洋戦争後の日本において、これまでにないほどの防衛予算の増額が予定されている背景には、昨年2022年にロシアが開始したウクライナへの軍事侵攻が大きなきっかけとなったことは、今更あえて述べる必要は無用であるだろう。予算の額面上では、2027年度には、対 GDP 比で 2% を超過することが確実視される日本の防衛費だが、政府は、スタンドオフミサイルと呼ぶ兵器の拡充と、それらを活用した反撃能力を獲得することを、大きな目標に掲げている。スタンドオフミサイルとは、敵側の防空ミサイルの射程の範囲外から、こちら側が攻撃を可能とする長射程のミサイルのことを指しており、国産とそれを補う形で、アメリカからの調達も行う方向で、検討が進められている。国産のスタンドオフミサイルの筆頭に数えられるのは、現在は、陸上自衛隊が、南西諸島方面への展開を実施している人に、意識地対艦誘導弾のさらなる改良型であり、大幅に射程距離を延伸させる能力向上型と言えよう。現在の人に、意識地対艦誘導弾は、装輪式の車両に発射機を搭載するランチャー型の陸上用兵器であり、その最大射程は 200km 弱であるため、南西諸島においては、複数の島々にそれぞれ配置することで、防衛網を構築する必要がある。しかし、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、射程距離を、段階的におよそ 900km、さらに 1500km へと延伸することが想定されており、飛翔速度こそは音速ではあるが、はるかに広い範囲をカバーすることが可能となる。こうした射程距離の大幅な延伸に加えて、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、現在の陸上タイプ以外に、航空機で運用されるものや、艦艇から運用されるものまで、形式を多様化することが想定され、戦術の幅も広がることが予期されている。ただし、こうした人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、今、まさに、開発の途上にあるため、その配備までのギャップを解消する目的で、アメリカから、同様の用途である、トマホーク巡航ミサイルの500発ほどの調達も、視野に入れている状態だ。トマホーク巡航ミサイルも、飛翔速度は音速であり、きれゆえに、日本の防衛力の強化に反対する勢力からは、迎撃が、容易な兵器を、アメリカから、
高額で買わされようとしているなどと批判されているが、全く的外れな指摘だろう。このトマホーク巡航ミサイルに関しては、最近はオーストラリアも調達する可能性が浮上してきており、確かに亜音速という飛翔速度からは敵の対空ミサイルで迎撃される可能性はあるが、そうした対応を取らせることも狙いの一環だ。よって、多少敵の対空ミサイルによって迎撃させる可能性が生じるとしても、それらを引きつけ、かつ、その対応を可能な数を超えて放つことによって、効果を生む兵器であり、多少の撃墜は織り込み済みというのが前提にある。そういえば、日本共産党のサイトでは、今回の DSEI ジャパン2023に参加した防衛関連企業を指して、大幅な防衛予算の拡大に伴い、それに群がるという、実に悪意に満ちた表現で、そうした企業各社を貶めようとの意図が滲んでいた。